皆さんこんにちは。今日はアメリカの南部で有名なボイルドピーナッツを作っていきたいと思います。これはグリーンピーナッツといって、取れて間もない落花生で水がたくさん含まれている落花生なんですけれども、これを塩水で1時間半ぐらい茹でて、しょっぱいものをいただくっていうおやつなんですが、南部ではとても人気がある食べ物です。これはジョージア産のピーナッツです。グリーンピーナッツは乾燥されて売られていないので、水をたくさん含んでいて悪くなりやすいので、ローカルのものしか手に入れることができません。お店で見たらまず1袋買います。ではこの作り方の説明に沿って作ってみようと思います。まずはじめに十分の水でよく洗います。並々の水の中に3分の1カップの塩を入れて沸騰させます。これで1時間半ぐらい沸騰させてじっくり茹でます。1時間半沸騰させて水もだいぶ減りました。味見をしてみましょう。はい、煮えた感じがこういう感じです。では一つ食べてみます。溶けてみるとこのようにほぐれてきます。こういう感じ。こういう感じに煮えてます。見えるかな。食べてみるとしょっぱいです。これはビールにもよく合います。今日は南部でとても人気のあるボイルドピーナッツをご紹介しました。